マサキつけマサキつけは北海道の郷土料理。数の子、スルめ、昆布を醤油で漬け込んだ保存食である。マサキの名前の通り、マサキ藩の郷土料理が発祥である。江戸時代後期、北海道南部はニシン漁が盛んで、ニシンの卵である数の子は安価な食品であった。その数の子にスルメと昆布を合わせ、塩で漬け込んだものがマサキつけの発祥である。 だが1950年代も半ばになると、ニシンの不良が続き、数の子は高価な食品となった。そのためスルメに昆布の割合が増し、スルメと昆布の実を漬け込んだものも増えていった。味付けも味覚の好みの変化もあって醤油や醤油を主体に配合した調味液によるものへと移っていった。ただし、北海道のスーパーなどで売られている本場のマサキ漬けには生姜。 割り干し大根、唐辛子などは入ったものは少ない。人参入りも少ない。スルメと昆布の旨味がほどよく引き出され、昆布のぬめり、スルメと数の子の歯ごたえが心地よい食感を織りなす、珍味である。酒の魚にも飯の友としてもよく合う。郷土料理の正木付は、函館山形屋の初代社長である、海藤正夫により、昭和12年に、初めて商品化され、 全国的に知られることとなる。その際、元来塩漬けだったものを醤油漬けに変え、まさき漬け普及の大きな転機になった。イカ人参と同じように、早漬けするために、乾物をボイルして作るレシピも存在するが、昆布の粘りやスルメの旨味が抜けるため本来の味は出ない。また市販品にも、同様の作り方をする、似て、火なるものも存在する。ありがとうございます。